ベストスライファーベストスライファーは、アメリカ合衆国の天文学者、銀河の赤方変異を発見し、エドウィン・ハップルらの宇宙膨張発見の手がかりとなった。ローエル天文台の所長として、クライド・トンボーの名王星発見を指導した。弟のアール・スライファーも天文学者である。インディアナ州マルベリーに生まれた。インディアナ大学で学んだ後、ローエル天文台で働いた。 1916年から1952年の間、天文台長を務めた。文工学的方法で惑星の自転周期や惑星大気の成分を研究した。1912年波長が赤色側にずれている、境が渦巻き銀河のスペクトル性を発見した。宇宙膨張に伴う赤型変異の発見者は、エドウィン・ハップルであるとされることが多いが、 スライファーの発見はハッブルに先立つものである。同様に、リック10問題、アレゲニー10問題のジェムズ・キーラーや、リック10問題のウィリアム・キャンベルも、ハッブルの発見前に赤方変異を観測していた。ハッブルとヒューメイソンの功績は、銀河までの距離と、その交代速度に、相関のあることを見出した点にあると言える。小惑星。 スライファー、スライファー兄弟を記念して命名。